日米関係については非常に大きな疑問を持っております。皆さんもそうだと思います。最大の一番の問題は今言ったように本当の対等な関係じゃないですから。沖縄でもこの間も事件がありました。いろんな問題が起きても日本政府は外務省は一言もアメリカ政府に物を言えないということなんですよ。私はこれがね、一番の今日の日米関係の問題であり、歪めている、日米関係を歪めていることだと思います。辺野古の問題でも、アメリカの軍事戦略も、かつての考え方から変わっております。前線に兵力を置く必要はない、有事即応、そういう軍事戦略に転換しております。世界各国、米軍は前線から引いております。そういう中でアメリカにさえ今日この辺野古の埋め立てを強行する意味はなさ、沖縄県民の気持ちを無視し、日本人の気持ちを無視して、これを強行して何のプラスがあるか、そういう考え方をアメリカ政府の中にあります。だからこそ日本政府はきちんと私はこれを撤退することで、そこに安倍政権、この一時をもってしても、国民の皆さんの代表としての政府を認めるわけではいかない。私はこの一時を本当にこの政府選が大事な選挙だと思ってですよ。もちろん参議院選挙ですから、衆議院の総選挙でない限り、自民党そのものの政権を。しかし、この参議院選挙で、我々野党が本当に大きな勝利をかければ、安倍政権は退陣せざるを得ないんです。Thank you.